なんていうかね、大人だよね。なんかね、少女の死体を見つけるんですね。通常の秩序じゃない土地の中で、どんな決着のつき方をするのかっていうところも、すごい見どころの一つですね。はい、どうもトゥモローです。人生が10倍楽しくなるチャンネルということで、学びとエンタメの名作をご紹介していけたらなと思っております。今日はですね、記念すべき第1回目の動画なので、ちょっともう思いっきり僕が好きなものを紹介しようかなと思っております。映画ですね、ウィンドリバーっていう映画についてお話したいなと思っております。2017年の作品なんで、結構最近の作品なんですけど、主役がジェレミー・レナーですね。ジェレミー・レナーってミッションインポッシブルとかにも出てる、人ですね。もしくは、ボーンレガシーとか、かっこよくって、人気のアクション俳優っていう感じなんですけど、この作品ではですね、彼はハンターの役なんですね。田舎の方の、もうとても雪の深い、世界の中で、家畜、ね、ヤギとかさ、を飼って生計を立ててる人たちがいるわけですけど、野生動物の狼とかね、ピューマとかが、その家畜を襲ったりとかしてしまうので、そういう通報が来ると彼は、ハントしに行くっていう仕事をしているっていうキャラクターで、いわゆるスパイものとかに出てる彼とは違って、一お父さん、かつその職業人っていうような、かなり、リアルな、キャラクター設定で、僕はね、今までの彼の作品いくつか見た中では一番いい作品だったし、彼のことをより好きになった作品でした。どんな話かをもう軽くね、お話しすると、もう今ね、ネットフリックスで無料で見れてますんで、いつ消されるかとか、僕ネットフリックスのね、あれはわかんないんで、あれですけど、今、ネットフリックス入ってる人は、全然入ったらいいんじゃないかなと思います。ネットフリックスね、まだ日本だと300万人しか、登録ないらしいんですけど、めちゃめちゃいいですよ。めちゃコスパ高いので、もう今、ネットフリックスの、2017年か2018年の、制作費は、ハリウッドを超えてるらしいんで、ネットフリックスは。実は。ネットフリックスオリジナルの映画もたくさん出てて、オリジナル映画で面白いのもたくさんあるし、このウィンドリバーは、ネットフリックスではなくて普通に公開された映画で、ネットフリックスで無料で見れるっていう形なんで、月額980円とかじゃなかったっけ ?1000 円とかだと思うんで、皆さんにぜひね、お勧めしたいなと思います。なんで、ネットフリックスでぜひ見てみてください。どういう話かっていうとですね、彼が、ハンターとして、雪の中で動物のね、足跡を追いかけていくわけですけど、ピューマがね、牛を襲ったってことで、その牛を襲ってしまうから、もうピューマを、一回それを覚えちゃうと、ピューマはそれを当たり前に何度もやるようになっちゃうんで、依頼を受けてそれを、見つけに行くんですけど、その時に、少女の死体を見つけるんですね。で、その少女、っていうのが、その場所から 5.5 キロ、一番近い家まで 5.5 キロ。で、もう山深い雪しかないような、そういう場所になぜ少女は裸足で、しかも走っていた。走っていて、彼女は亡くなってたわけですけど、なんで彼女はそんなところで亡くなることになったのかっていうことを、探していくわけですけど、彼自身も実は3年前に娘を亡くしていて、しかもその原因が不明だったっていうのがあって、どこかでそのリベンジ、というような、意味合いもあって、捜査を始めて、行くんですけど、それで結局どうなっていくのかっていうような話です。なんで、ここまで聞いてね、ぜひ見たいなと思った人はもうそのまま見てください。で、ここから僕自身が、軽くね、こんな話でしたよって話を、全体でネタバレありで話しますんで、もしね、気になるっていう人はここで一回止めて、Netflix 見て、それからまたこの先見てもらえれば面白いんじゃないかなと思います。僕的にね、やっぱこの映画すごい面白かったなと思うのはね、やっぱさっきも言ったんですけど、その場所っていうのが、ワイオミング州っていうところ、日本人があんまり聞き慣れない州ですよね。実は僕も初めて聞いたんですよ。ワイオミング州っていうところがあるんだ、みたいな。で、そのワイオミング州の中の、もう田舎も田舎で、ネイティブアメリカンたちの場所なんですね。で、本人たちはもうそこに、すべて奪われて、ここに住めって言われて住んでるっていうようなところだから、もう雪と静寂以外すべて奪われたって、
まあ、ネイティブアメリカンたちは言ってる。で、だから、その街を走ってると、アメリカ国旗が逆さに、その、はためいてるのとかが見えるわけです。国旗を逆さにするっていうのは、もう、ファックユーって意味なんで、いわゆる、その、何、俺たちはアメリカという国を認めていないっていう、まあ、すごい、軽蔑の意味を表すわけですけど、そういうものが、たなびいてるようなところなわけですね。で、なので、もう、広大な土地。ちなみに、その主役がいる土地っていうのは、滋賀県と同じサイズの、広大な土地を、たったの6人で、守ってるっていうようなところなので、もう通常の秩序みたいなのがない。で、山深いし、そういう場所なんですね。だから、映画を見ててすごい思うのは、いわゆる都市での銃撃戦とか、都市で何か捜査が行われるみたいなものを、が全く期待できない土地の中で、じゃあその謎に満ちたその死体、しかもその少女はどうやらレイプをされていたらしいということが、まあ、血の跡で分かって、で、なぜ彼女はそんなところ、誰にレイプをされて、なぜそんなところにいたのかみたいなところが、まあ、ものすごく普通の都市部の捜査と違ってね、誰が何のためにやったのかって証拠もすごく見つけるの難しいし、さあどうやって見つけていくのかっていう話なんですね。で、なんで僕としてはすごい良かった映画ですね。なんていうのかな、いわゆるヒーローでなんかこうすごい何軍事的な訓練を受けててとか、スパイで007がすごい強いとか、ボーンレガシーみたいにね、スパイで特殊訓練を受けてるとかいう、そういう種類の強さではなくて、それはそれでね、まあフィクションとしては面白いんだけど、まあどちらかというと本当に厳しい土地を体一つで生き抜いている男の強さみたいなものが、ものすごく上手に描かれてる、ところが、僕としては、ああ、いや、いい映画だなと思ったし、なんだろうな。また、その、通常の秩序じゃない、土地の中で、どんな決着のつき方をするのかっていうところも、すごい見どころの一つですね。で、まあ、軽くあらすじを説明するとですね、あらすじはもう説明したね。何その内容を説明すると、まず、狼が、羊たちを狙っているシーンがあるんですね。で、狼たちが遠巻きに羊がいて、羊たちはそれに気づいて、ヤギかな羊か羊だね。が、遠巻きに気づいて、固まってるわけです。で、その時に、その、急にね、ドーンって言って、この狼が撃たれるわけです。で、何が起こったんだって言って、まあ、他の狼たちは逃げていくわけですけど、まあそうすると遠くの方からこう真っ白のね、服を着て、ライフルで狙ってた、ジェレミー・レナー。まあ役名はコニーって言うんですけど、コリーって言うんですけど、コリーが、撃つということですね。で、そのシーンから始まって、で、まあ、その後ね、もっと奥さんの家に行くんですね。で、まあ奥さんはもう見ればわかるんですけど、ネイティブアメリカン。で、間にどうやら二人子供がいたらしいと。で、一人は娘なんですけど、実はこの娘は3年前にもう亡くなってるっていうことが、まあ会話の中でわかるわけですね。で、息子は、普通に元気に育ってるわけですけど、まあお父さんに憧れてるわけですね。ね、今日は、そう、息子を迎えに来たわけですけど、お父さんはね、その、なんだろう、いいお父さん、いわゆるいいお父さんっていうよりは無口の仕事人。っていうような感じで、やっぱどっかに3年前に娘を亡くした悲しさみたいなものを秘めながら、でも2人はもう一緒にいられないわけですね。で、どういうわけだかもうバラバラに住んでるわけです。奥さんとはバラバラに住んでる。で、つまり、ネイティブアメリカンと白人の間に生まれてる子供2人なわけですね。で、娘は亡くなってる。で、息子は、お父さん待ってって言うんだけど、おもちゃの銃を持ってるわけですけど、おもちゃの銃がこうやって動いてるわけですよ。で、そしたら、お父さんは、へいへいへい、みたいな。銃口どこに向けてるんだと。おもちゃは、銃は必ず弾が入ってるんだと思って扱え。その銃口を簡単に人に向けるんじゃない、みたいなことを教えたりとかする、すごい厳しいお父さんなんです。おもちゃなんですよ。おもちゃの銃なんだけど、そういうふうに銃の取り扱い方をもう教えていたりとか、その後、まあ、迎えに行って、馬の世話を一緒にするんですけど、馬の扱い方とか教えてくれて、要は、馬に舐められない方法とかをこう、実地で教えてるみたいなところなわけですね。で、しっかり馬を寄せるようになるための一人前の男ですよね。その特にネイティブアメリカの世界なんかで言えば、馬をしっかり扱えるっていうのは一人前の男ですから。まあそういうところをこう教えてるみたいな
あの、ところがあるわけですね。で、まあ、その後結局、ピューマ狩りでですね、その、ピューマが家畜を襲ったってことがわかるんで、まあ、依頼で探索に行くんですけど、その時に、その少女の遺体を見つけるわけだ。で、まあ、少女の遺体が見つかって、で、まあ、その時に、あの、もう、なんとも言えない顔をしてるんですけど、その理由っていうのが後でわかるんですが、その子は自分の娘、3年前に亡くなったその娘の親友なんですね。でもっと言うと、この親友の女の子、まあ、今回レイプされて亡くなっちゃったわけですけど、この子のお父さんっていうのは本人の親友なんです。これ彼はネイティブアメリカンなわけですけど、この二人っていうのは親友なんですね。で、まあその、まあそれを見つけて、まあ、あの、通報をするわけですね。で、そうすると FBI がやってくるわけです。で、FBI でやってきたのが新人なんですね。で、一人で来てたわけですよ。で、だからつまりその応援っていうもの、FBI も人をたくさん割く気がないってことですよね。で、とりあえずまず、その新人の若い女の子に行ってこいって言われて、まあそれがジェーンっていう子なんですけど、まあこの作品の中では準主役ですね。このジェーンがやってくると。で、彼女の任務は現場検証をして、本部に連絡をしてると何が起こったのかっていうことを事実ベースで見て、あの、必要であれば人を派遣するし、必要なければもうお前帰ってこいっていうような役でやってくるわけですけど、まあ実際に自治検分すると、まああのね、全然雪のあるところでないところから彼女は来てるので、その何をどう調べればいいかがわからないわけですね。で、その時にまあその場所、第一発見者として、コリーがそこにいたので、まあ、コリーっていうのは、あの、ジェレミー・レナね、主役。コリーがそこにいたんで、あの、何がわかるって聞いたら、要は、その、なんだろう、この足跡のつき方から、つま先が奥に入ってるんで、だから、これを見れば、あの、走ってたってことがわかると。で、ここで倒れてると一回。で、ここで倒れてるときに、血がそこに出てると。これは何が起こってるのかっていうと、夜中、ここはもうマイナス30度になると。で、マイナス30度で、走っていると、あの、あまりにも息が、あの、何?冷たすぎて、空気が冷たすぎて、肺が凍っちゃうんだって。で、そうすると、肺が、あの、破裂しちゃって、血が吹き出ちゃって、で、空気を吸えなくなっちゃって、自分の血で窒息しちゃうんだって。というようなことが起こるそうです。で、どうやらそれで、彼女は亡くなってると。で、どっから走ってきたの?みたいな。一番近くの家でこっから 5.5 キロもあるよと。で、その次に近い人がいる場所って言ったら、掘削場。で、この掘削場は、もう10キロぐらい、8キロから10キロぐらい離れてると。そんなところで何をしてたんだ、ここで、みたいな話で。で、まあ本人はね、その、まあそういうことだっていうのを言ったもんだから、まあジェーンが、あの、コリーさんちょっと助けてほしいってことで、あの、私は雪の中の探索は完全にあの素人だから、あの、一緒に手伝ってほしいって言われて、まあ本人は3年前の自分のね、娘の事故みたいなものもあるので、手伝うって決めるわけですね。また娘の親友だし。で、まあある意味では自分の娘のように可愛がってた子なわけですから、まあじゃあ手伝うよってことになるわけです。で、まあその後にね、結局、いつからじゃあ少女はいなくなってたのかとかっていうのを調べていくと、両親は、あの、全くね、あの、あれを出してない、捜索願いを出してないっていう話とか、何、一晩中いなかったのに気にもしてなかったのかっていうので、ジェーンは、あの、怒るわけですよ。FBI を。まあ、若い女の子なんで、両親がちゃんと監督してないのかと思って怒るわけですけど、それをね、あの、言いに行くんですね。で、話を聞きに行くんです。で、そうすると、ネイティブアメリカンのお父さんなんで、厳しいわけです。で、なんだろうな。こう、舐めた口聞いてるわけです、ジェーンが。で、そうすると、何?なんでお前らはそうやって俺らのことを侮辱するんだと。いうので怒られるわけ。で、何?確かに俺は娘を行かせたと。なぜなら娘は18歳だからなと。彼氏と一緒にいるってことは知ってたから、彼氏に会いに行ったんだろうと思ってたと。で、なんでそれを、何?責められなくてはいけないんだと。それは私にとっては確かにミスだった。けど、それを責められるものではないと。で、彼女は大人だっていうわけ。そしたら、彼女は子供だみたいなことを、
会話があるわけね。ジェーンがそういうふうに言うわけ。で、お母さんに話聞いていいですかみたいな。お母さんどうぞどうぞ奥の寝室にいるから会いに行ってこいって言われて、で、そうすると一緒にいた保安官がジェーン行くんじゃないっていう止めるのね。で、そう、いや、彼がいいって言ってんだからいいじゃないみたいなこと言うと、必要ない。君は大人だからな、ギリギリって。皮肉を言われるわけ。で、ムカッとしながら寝室を開けると、お母さんがもうそこで泣き崩れながら、自分を許せなくて、ナイフで自分の手を傷つけてるシーンを見ちゃうわけ。で、あ、私なんてバカなことしてたんだろうってことにジェーンはそこで気づくのね。両親が一番きついに決まってるのに、なんで両親が加害者のような扱いをしちゃってたと、私は。ってことに気づくわけ。そこに主役のコリーがやってくると、初めてその厳しかったお父さんがコリーを見て泣き出して、こう、ハグをする。泣き崩れるっていうシーンがある。で、まあ3年前のこの時にこんなこと言われたんだよ。セラピーでこんなこと言われたよ、みたいな話とかを、まあコリーがして。で、そしたら、何？お前はFBI のお嬢ちゃんの子守をやるのか？みたいなことを聞かれて、まあ子守はやるけど、まあ俺はハンターだからなっていうわけ。これ大人の会話だよね。ハンターだからなっていうわけ。で、そしたら、必ずやってくれってお父さんが言うんだよね。で、そしたら、わかった。って言うっていうシーンがあるわけ。ここはつまり、なんだろう、殺してくれと、やった人ね。っていうのを言われるわけ。で、それは、本当にあんのかなとか、何？僕らは都市部に住んでる人間としてはそんなことするべきじゃないんじゃないかみたいなことがあるわけだけど、結局わかるのが、その滋賀県と同じサイズを、でね、生きている。そこを6人で守ってるっていうのは、まともな秩序は働いてないわけだよね。で、大人っていうのも、なんかどっかでその誰かが守ってくれるっていうよりは、自分たちで自分たちの身を守るっていうようなことがあるから、なんだろう、違う秩序なんだっていうことがね、上手に描かれてく、ものなのね。一人が銃を抜いた瞬間に全員銃を抜いて、もう全員がこう、狙いをつけようみたいな。で、ふざけんじゃねえみたいな。何やってんだお前らみたいな。理不尽な世の中に対する理不尽な形でのリベンジ。こともあろうに我が人生が10倍楽しくなる世界に入門してくるとは。